皆さんこんにちは。あ、もう始まったの？なんだよ、ちゃんと言ってこないと。メガネの前田 TV ですね。今回何回目？第33回。33回目ですよ、皆さんね。何、水越さん、イニシアチブ取っちゃって。どうぞ、紹介を。こんにちは、メガネの前田 TV 第33回。ただいまから非常に寂しいあの雰囲気ではございますが、始めたいと思います。全然寂しくないですよね。まあしょうがないな。しょうがなくないですよ。ちょっとですね、まあうちのちょっとご紹介から。うん、はい。JR 中央線武蔵小金駅南口徒歩1分弱、伊東洋華堂武蔵小金駅店3階メガネの前田小金駅店から配信いたします。メガネの前田、地元に根付きまして60年弱、うん、地元のお客様に密着した範囲反射を掲げるメガネコンタクトレンズ補聴器の専門店でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうね、とにかく60年ですから。そうね、ちょうど正確には分かんない。もう60年以上だと思うね、多分。あの会社登記したのもっと後だからね。会社設立したのもっと後だから創業だよね、創業、うん、設立は魔法人だからね。そうそう、創業だから62、3年だと思う、ね、うん、私がほら今年55だから、うんうんうん、その前からやってるからね、うん、まあ最初はね、時計の専門店。時計の専門店だったの？いやだって時計宝石メガネ兼業店。宝石もやってたの？やってたよ。もう前通ったでしょ、うちがなくなる前。宝石やってた？やってたよ。宝石儲かるの？儲からないでしょ。ちょっと待って、大変じゃない？え、何大変なの？いや、だからメガネにシフトしたんじゃない。でうちの親父がずっとやってたでしょ、小金会議で、10年ぐらい前まで、うん、でも昨日なんか電話かかっててね、うん、事務所にいたら、うん、はい、前田時計店、うち屋号だけ残ってるから。前田時計店ね、すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、うん、お宅は時計は扱って、いや、すいません、今ちょっとあの時計も扱ってないんですけどって言われて、なんか小金井街道にお店がありましたよね。すいません、あのもうちょっと小金井街道の拡幅工事でもう10年ぐらい前に亡くなりました。あ、でも長崎屋にありましたよね。いや、すいません、長崎屋もう6年前に、今八日堂に移りまして6年経ちますって言って、未だにいるんだよね、そういうお客さんが。でうちね、ほらもう屋号変えてもいいんだけどさ、前田時計店って名前残っちゃってるから、未だに時計やってるのかなと思ってるお客さん結構未だにいるんだよね。でも、じゃあいつからメガネ専門になったの？メガネ、だからあの親父はずっと小金街道でやってたよ。だからその研究長崎入った時はもうメガネでしょ。メガネだけ、メガネとコンタクトレンズ、うんうん、な補聴器は最近かな。でもあれだもん、うち小平のお店の方が古いから、ね、はい、長崎より。メガネの前田さんね、小平店でしょ、あと田無店があって、田無店やつなくない、今ない、いやもう今ないけど、3店もやってたんですから、うんうん、ね、所沢も昔あったんだよ。あ、そうなの。所沢にも昔あった。すごいね。まあ一番何でも売れた時代だから ね今みたいに商売難しくなかったから、うん、昔は、まあね、物さえあれば売れる時代だったからね。そうそうそう、まあそれでね、うん、今はこの伊東洋華堂3階メガネの前だということで、まあ、そうですね、やっておりますよね、まあ、ちゃんと映ってるね。え、映ってるよ。で今日あの皆さんお気づきのことだと思いますけど、うん、このね、かっこいいサングラス、皆さんからね、マリックというコメントが盛んに来てますけど、スポルディングのメガネの上からかけられるサングラス。メガネの上からかけるって実はね、サングラスなんて、ほら、メガネの上からかけられるサングラス、私もね、ちょっとこういう感じです。こういう感じです。こういう感じ、メガネの上から。これ売れてる？そんなでもないけど、これだけどスポーツ用とかじゃないんでしょ、別に普通段、うん、だからこれね、車運転するといいよね。これ逆に言ったら、うん、そうだけど、花粉症の時だっていいよ、メガネの上からかけられる。あ、そう？そうだよ。あの、だって花粉、普通の花粉メガネって、うん、メガネの上からかけられないじゃん。ああ、なるほどね、うん、そういうためにも使える、うん、これはだから別にスポーツの時にかけてもいいし、うんうんうん、でしかもこれ4000円だよ。あ、安いね。スポルディングだけど4000円、安いねこれ。私が言うのもなんだけど安いと思う。これ2人かけてたらすごい図になってるけど ねこれはでも、はい、これスポルディングなんだ、両方。そう、スポルディングの方が一応4000だから。4000、これだから気軽にね、メガネかけてる人もこれかけられますから。でもね、これで外歩くの結構勇気いると思うけどな。ちょっとね、スキー場とかだったら別に全然。どう皆さん、うん、ちょっとこれ、ね、2人かけてたらちょっと見ようかな。これで帽子かぶってマスクしてたら銀行ごとみたいな。ああ、ちょっとね、うん、ちょっと俺もマリックマリックって言われてるんだよね。
いや今日はね、ちょっとね、水越さんが手抜いたからゲストがいなくて、どこまでは違いますよ、もう本当に。あのね、この間皆さんご存知かと思いますけど、前田さんはハラちゃん TV っていうね、はいはい、ゲスト出演も呼ばれましてね、もうハラちゃん TV っていうのは東久留米、ちょうど1週間前だ、あ、違う、あ、明日金曜日、金曜日、先週の金曜日、うん、先週金曜日、前田さんがね、もうね、呼ばれる、もうそういう身分になりました、前田さんそんな、別にね、ハラちゃん TV、ね、ハラちゃん TV っすよね、もうみんなが来たくていただくて、なかなか出られない順番待ちのね、人気の順番 TV、 そうなんだ、申し訳なかったね、何ヶ月も先まで決まってますからね、そうなの、うん、すごい、そのハラちゃん TV に前田さんが来て、メガネの前田 TV は全然決まってないね、そのしのぎが、厳選してますからね、いや、でもハラちゃん全然来てない、いやいや、今日はほら、月に1回だからね、そうなの、そういうノルマになって、この間ほら、吉岡さん、吉岡さんね、うん、吉岡さんまた素敵でしたね、いや、ギャラリーの多かったこと、あれ、あのシャッター切る音がね、やたらパシャリパシャリパシャリ、すごかった、ね、すごかったね、春田さんもいたもんね、で、春田さん、そこで交渉したのか、違う、何を、そのもっと前、あ、もっと前、もっと前、もっと前、うん、ね、吉岡でもハルちゃん TV にね、ご出演いただけるということでね、で、あの、また来月はですね、素敵なゲストご用意しておりますんでね、楽しみにお待ちいただきたいと思いますけども、そう、私もまだ聞いてないけどね、誰かね、もう素敵な、あ、そう、で、あの、今季節的なもんってあるの、なんか売りとか、本当ですね、本当今月はね、もう4月で忙しくなって新しい商品もいっぱい入ってこなきゃいけないんですけど、まだちょっと入ってきてない、で、先週ちょっと展示会がいろいろあったんでね、あ、メガネ、あのエフェクターの展示会もあったし、最新情報ちょっとお届けしてください、いや、最新情報ね、エフェクター展示会あってもね、新商品に関しては半年以上先なんでね、え、そうなの、もちろん入ってくるの、もちろん下手すると1年後、だけど今回 の、 あの一番の目玉は、ローリングストーンズとのコラボ、コラボ、え、どんなんだろう、サングラス、あのね、例えばサングラスはね、メタルのサングラスはこんな感じなんですけど、うん、腕が太くって、この腕がね、プラスチックなの、ここの腕の部分が、で、これ全部あのローリングストーンズの唇の穴の前、あれが全部入ってる、へぇ、全部入ってる、ほんと、で、サングラスもあって、こういうプラスチックのフレームもある、で、メタルの 丸メガネもある、全部この腕の部分にローリングストーンズのマークが入ってる、うん、なんでストーンズなの、まあそこまで社長さんに聞かなかったけど、やっぱ好きなんじゃないのかな、もともと音楽のあれから出てるから、エフェクター、そうだよね、エフェクターっていうね、エフェクター、音楽関連だね、音楽の音を加工する、だから、まあ、そのローリングストーンズモデルが、あらちゃん、まず神戸さんね、前田社長、水越さん、そのサングラス姿、グッド、こんにちは、ありがとう、いや、その割になってから、アレクさん、マフィアのボス、こんにちは、ありがとう、原田さん、こんにちは、今から拝見します、前田社長、先週はありがとうございました、ね、ありがとうございました、遅れてね、すいませんでしたね、ちょうどね、ハルちゃん TV の噂をしてたところですよ、この間ね、前田さん出たじゃないですか、もうね、ラーメンネタ、もうお腹いっぱいって感じでしたよね、本当に次々に写真で、あれ写真何枚ぐらい紹介したの、いや、でもあれはあれですよ、20枚ぐらい送ったのかな、20枚も送んなかったかな、すげえ、最近食べたというか、まあ、この辺のラーメン屋ばっかり、あれね、見た後はね、ラーメン食べたくなりましたよ、見たい人はね、ハラちゃん TV 検索して一番最新のアーカイブ見てください、前田さん出ても、私のもありますから、ブログ、ラーメンブログ、それ動画はないけど、動画はないけどね、あ、動画はないけどね、いや、ブログはあるじゃない、あ、ブログね、じゃあ、まあ、範囲繁昇メガネ店社長のラーメンブログ、ラーメンブログ、まあそれもね、暇があったら、ラーメンブログでね、暇があったらって村井さん、ローリングストーンモデルが出るんですか、そうなんですよ、買わなきゃ、ありがとうございます、好きだからね、村井さんもね、多分ですね、やっぱり半年か1年ぐらい先だと思うな、入ってくるの、早くて半年先だと、あら、それであのエフェクターといえば、そうなんですよ、松田優作3モデル、うん、で、実はね、この間そのエフェクターの展示会に行った時に、優作の話になって、いやね、うち優作3がね、まだ残ってるんですよって言ったら、え、前田さん、まだ残ってるんですか、もう完売ですよって言われて、どこも、どこも、どこもないって、どこもって電話じゃないですよ、だから、前田さんのとこしかもうないと思う、優作3、え、そうなんですかって言って、まだうち在庫ございますので、ぜひ優作3、もう1点しかないね、もう今日決めちゃってください、もう予約、そう、おい、か、置いててくれる、うん、もしあれだったら、全国でもううちしかないです、いいですか、全国で前田さんしかない、この優作3、今コメントいただいて
方取っといてってコメントいただいたら取っておきます。取り置きしますよ、はい、2週間ね。ちなみに、3万、3万円これは税込みなの？いや、これ税抜きです。税抜きね。3万2400円。優作釣り前田さんとこしかありませんから。いや、本当ないんだって。全然完売だって。だからショックだった。うちだけ残ってるって言われて、ね、本当貴重ですよ。貴重ですよこれね、うん、ぜひ再生産するかどうかも分かんない、はい、村井さんのあたり言ってもらえます。ぜひ、あのです。あ、これこれこれね、工藤俊作、工藤俊作、うん、ね、探偵物語、探偵物語。それでね、うん、まあじゃあどうしようかな。エフェクターは今ね、全然ちょっと品物がまだ新しいものが入ってきてないんですけど。向こうにないってこと？在庫がない。在庫ない、全然ない。だから発注したんだけど、うん、まだだいぶ先だね、入ってくる。今それでね、あのダートも昨日売れちゃって、一昨日か、ダート売れた、うん、ダートもね、今欠品中、ないって。ちなみにそれはどこら辺の人ですか？国立。近い方なの？一回電話かけてきて、在庫あるって言ったら、じゃあ来ますって。で、その方はドム入れてくれた。お、嬉しいね、うん、ありがとうございます。せっかくですから、入れてほしい。ほら、これが入ってきたの。ランチ。いや、ランチの地蔵さんのかけてる色。色、うん、これなかった？なかったよ。ワインカラーっぽいやつね。ワインカラーのやつ。ランチ。まあ、女性にもぜひおすすめしたい。これいいっすよ、まあ、ワインみたいな色ですね。これはもう、ぜひあの女性の方にかけていただきたい。地蔵さんかけていただいて、ね、今原田さんからリクエストありました。はい、優作3前田社長をかけて配信してほしい。あ、本当ですか、はい、あ、かけて配信配信、ここでいいの？あ、そうす、はい、マネはね、これを見せたら多分ね、買いたいって人が増えるか減るか分かりませんけどでもね、これね、一つしかないですから今。もう本当ないですよ、全国で。ぜひね、お待ちしております。まあ自分で言うのもなんだけど、中国マフィアみたいな ね。でもね、似合ってる。非常に個性的で似合ってる。いいと思うよね。私は何でも似合うから、メガネで、ね、これは何でも似合うから個性的。どうですか、原田さん。もう今、あの日本で今1本しかないと思います、多分。うちしかありません。3400円、ね、税込み、松田優作の優作3、これしかないですよ、もう。お求めいただきたいと思います。これ例えば、はい、売れちゃったら次入ってこないですよ、もう。もう再生産するかどうかも分かりません。マジで？マジで限定じゃん、じゃあもう。そうだよ。で、もともと限定モデルだ。あ、そうか、うん、元々限定、限定モデルなの？限定モデルですよ、優作に関しては。だからまたものすごいオーダーが入ったら作るかもしれないけど、まあ優作3に関してはこれで最後になる可能性もなきにしもあらず、ということで、これがラストの1本かもしれない。ね、ぜひ、うん、コメントお待ちしております。いや、多分中国魔法とかって入ってくれ。いやいやいや、ね、まあエフェクターあと、そういろいろ、まああとね、じゃ、ね、ファズが本当久しぶりに入ってきました。あ、これマーズ、このファズ、ファズの、黒が本当、あのエフェクターを代表するモデルですね。エフェクターを代表するモデルのファズの、まあ、代表するモデルなの、これ。これ一番最初なの。あ、エフェクターの一番最初のモデルはこのファズ。いいよね、これ。ちょっと私には少し大きいかな。え、どれ？あ、いやいや、そんなのない、うん、いけるいける。そう、うん、ちょっと大きいと思うんだよね。でこれがね、一番本当にやっぱり代表モデルで、いまだにすごく売れるという、ファズは。なんかこの髪型立ってる。何よそれ。それ脇よね、これちょっと短めにしたのこれ。わざと。いつもこうだよ。嘘。ていうか私ね、ラーメン食べるとね、ここがすごいね、汗が。ここ短くしないとダメなの。それで短く、ラーメンカットね。そう。ラーメンカット。ラーメンカットっていうのがどうか知らないけど。ラーメンカットだよ。ほんとここがね、伸びてくるとね、ベトッとしちゃうの。あ、ここ。もう汗が。あ、僕もね、前さんとラーメン食べることありますけど、あの二口ぐらい食ってパッと見ると汗びっしょ。そうね。で、これから厳しいの。これから暑くなってくる。夏ね。夏は。だって冬でも汗かいたもんね。そう。昨日はなんか、でも昨日嵐山で野菜ラーメン食べたんだけど、昨日は大丈夫だった。ちょっと風があったからかな。昨日は大丈夫だった。そんな、でも前田さんすごいんだよね、ラーメンをね、大盛り。それだけだったらまだ許せますよ。それにライスつけるんですよ、皆さん。いやあれは信じられない。ラーメンによってはライスが必須のね、アイテムになりますから。そう、うん、でもさ、大盛りにさ、ライスやめてほしいな。いや、後悔するよりは食べた方がいいかな。しかもそれではしごするときあるからね。いやいや、うん、最近でもちょっとね、夜年並みから電食するのがね、ちょっと辛くなってきてたんだ。あのさ、よく前田さんのブログ見ると、ラーメン行きましたね、先客何名、ご客何名ってあるじゃん、はいはい、あれどういうことですか？あれは私が行った時に先にお客さんが何人いるか、入ってるかと、うん、で、私の後から何人来たか、それちゃんと数えてるんだ。数えてるから、ちゃんと メモしとくか。先客何名、ご客何名で、私が一番の時もあるしね、一番客の時もあるし、うん、
うんうん、私だいたいほら早い時間が多いから行くの。あれは別に一番客だから特別サービスをされる。そんななんだよね。ちゃんとなんかコミュニケーション取る店主その。いや結構もうよく行ってるお店はよく話しますよ。例えば初めて行ったお店はどう？いやするわけないじゃないですか。で一応写真撮っていいと聞くの？もちろん初めてのお店は必ず聞きます、うんうん、写真撮っていいですかって、うんうん、でもそこで仲良くなろうとしないの？いきなりは。いやだから他にお客さんがいなかったらお話しするかもしれないけど、だって初めて行ったのにそんないきなり話しかけたらなんか失礼じゃん。だって相田さんみたいなさラーメンブロガーの有名なさ、とんでもない、ちょっと紹介してやるよぐらい言ってやるぐらい。まだ私相撲で言ったらね、まだ関脇、とんでもない、十両にも上がれないね。幕下も無理だね。そんなもんじゃないでしょ。そんなもんじゃないんだって世の中は。世の中私の職業じゃないから。えみんな職業してるの？すごいでしょ。職業してる人もいるよ。そういるいる。だって石神とかもそうだ、 大崎さんなんかそうじゃない。ラーメンブログ、ラーメンで解説、ラーメン解説者。そんなので仕事になるの？なるの。あの新横浜のラーメン博物館の広報担当をやったりとかさ。へえ、それやんないですか？そんな、あのね、仕事じゃないからできるのよ。楽しく。水子さんもそうでしょ。仕事だったらなかなかそんなことできないでしょ。そうかね。自分の例えば趣味のこと、趣味のこと仕事にできたら、まあ、仕事と趣味一緒なようなもんだからね、俺の場合ね。それ羨ましいけどさ。あ、そうか。とか前田さんはね、目がねきちんとしたね、あれがあるからね。当たり前でしょ。ね、メガネで飯食って副業みたいな。いや副業でもないよ、うん、単なる趣味でしょ。趣味、ね、単なる趣味。それでもう今はだいたい関取ぐらいと。いやだから幕下にも入らないね。あ、なるほどね。ジョニダンぐらいだね。ジョニダンぐらいね。これねちょっとエフェクターのこのサングラスね。これエフェクターなの？そうエフェクター。でこれレイバンのね、うん、ティアドロップ型のサングラスにそっくりなんですけど。ちょっと待ってください、今何ですか？わかんない。ティアドロップこういう形の。それティアドロップって言うんですか？そうそうそう。これ昔からほらこのレイバンの形、そう、ね、有名でしょ。でもこれエフェクターのやつで、レイバンのってみんなガラスレンズなんですよ、うん、でこれプラスチックだからすごい軽い。あ、軽いか、うん、すごい軽い。ガラスだと重い。重い。レイバンはガラスなんだ。ガラス。あ、もう何分だろう、強情なぐらい。いいな、うん、でもエフェクターと書いてないの？これね細かい字でね、あんの多分入ってるんだけど見えないと思う。プロダクトオブエフェクターUAって入ってる。おー、入ってんだ。ハンドメイドインジャパンはないの？メイドインジャパン。メイドインジャパン、うん、やっぱりね、ここにね、ハンドメイドインジャパンって。これね、私ね、こうメガネ外しても近く見やすいから。そうか、うん、ハンドメイドインジャパン。ダメだ、映らないね。これはね、でも誰かけてもかっこいいんだよね、このサングラス。そう、うん、ハンドメイドインジャパン入ってる。その証拠台に隠れてるんじゃない？ね、これね、皆さんこれね、エフェクター全部これ入ってるんですよ、これ。ハンドメイドインジャパンはね、入ってるけど、ハンドメイドインジャパンってなかなか入ってないからね。エフェクターね、ハンドメイドインジャパン。この質感の良さは。いらっしゃいませ。ハンドメイドインジャパン、ね、見えるかな。ということでね、エフェクター、あれでしょ、エフェクターのやっぱり問い合わせもいいでしょ。もうエフェクターの問い合わせが一番ですね。あと、うちがオークリーかな。オークリーはね、検索で結構来てるのよ。皆さん調べてる。だから、オークリーはやっぱり YouTube 上げると再生回数多いですよね。え、うん、オークリー、やっぱオークリー人気あるんだね。人気ある、うん、で、ちょっとオークリー一つね、こちらがオークリーのこれ誰がかけてるか分かる。レーダー EV っていう、これ新商品、新モデルです。これ新商品、オークリーのサングラス。レーダー EV、 これ誰がかけてるかというと、実は北海道日本ハムファイターズの大谷翔平さん、ね、大谷君よ。二刀流の王ちゃん、ね、二刀流の大谷さんが着用してるモデル。これね、これはかっこいい。オークリーを代表するスポーツサングラス、レーダー、レーダー、レーダーのレーダー EV。 これ出たばっかり、これ出たばっかり、今月入ってきた。ちょっとかけてこれ。おお、かっこいいね。やっぱ誰がかけても私は何でも似合うから。
これ形かっこいいね、これね。軽い、すごくね、軽くてね、あのすごくフィット感、フィット感もいい、うん、で、こうすごくホールド感もいい、うんうん、これいいなやっぱり。まあ、でもこれほら、私とか水越さん、胴入らないからね、このドア。そうか、だから俺らはやっぱりでかいやつが来てた、うん、だからあのコンタクトしてだったらこれいいけど、あ、ね、あの 私とね、水越さん度数がすごく強いんで、うん、そんなに強くない人だったら度数入れることはできます。ね、皆さんからコメント来てますね、はいはい、読ませてもらいます。ね、カエさん来たよ、ありがとうございます。ありがとう、皆さんこんにちは、チャクザ、次はチャクザね、ありがとう。あ、神戸さんがメガネの前田アメブロラーメン店巡り見てます、ありがとうございます。そう、なんか読者になってくれたみたい、ありがとう、うん、あ、やっぱり似合いますねってメガネ の, あ, のありがとうございます。スリーだ、ありがとうございます。村井さん、スリーは買うのに勇気がないですね。いやいやいや、大丈夫。ラーメン食べたい、ね、食べたくなるよね。前田さん、髪型すっきりしましたね、前田さんね。うちの父も横がすっきりしていないと嫌みたいです。あ、やっぱり年取るとそうなるんだね。よく噛んでラーメンね。あ、そう、よく言ってあげて、カエさんね、ラーメンばっかり食べてるけどどうしたらいいのって。汁で流し食べてはダメだと。いけます、よく噛んでる、ラーメン噛んでますよ、うん、よく噛んで、あのやっぱりダメだと。だってあれだってさ、ご飯と一緒であれなんでしょ、あのなんだっけ、あのご飯、でんぷんじゃなくてなんだっけ、小麦粉だ、小麦粉だからなんだろう。でもさ、ラーメンのさ、麺ってさ、うん、塩分結構入ってるんじゃないの、いろいろだね、うん、だから、あ、でも多いかもしれないな。で、ラーメンの麺にも塩分が多くて、スープにも塩分が、スープが一番多い、ね、飲みきちゃうでしょ、だってものによってはね、ほとんど飲みきちゃう。まあ、いいじゃん、その辺の話はさ。その辺の話はいいでしょ。原田さん、趣味を仕事にしたら楽しめなくなります。そうだよね、その通りだよ。何が趣味が仕事みたいなもんだって。ね、前田さんのラーメンブログすごいなと思います、甲斐さん。ありがとうございます。すごいよね、横綱ですよ。いやいやいや、メイドインジャパンね、いいでしょ、うん、今日もダブルトーク CM。 あ、そうなんだ、カエさんのね、カエさんリンク貼ってよ、あのクッキー教室、うん、行ったことないでしょ、まだまだない、サトピオ、サトピオクッキー教室、この間もお誘いいただいた、うん、だからなんかスケジュールを送ってくれるって、ね、まだもらってない。あれね、そうそう、カエさんね、サトピオ5、6ってないんだって、今度4月になっちゃうんだって。あ、そうなんだ。だから皆さんね、4月のうちにサトピオクッキー教室行ってあげてくださいね。今日東京に来られてるんですね、うん、ね、もう昨日もやってたし。あ、本当、明日もあるよね。あ、ぜひじゃ あの教えていただければ。そうそうそう、ね、炭水化物、そうそう、村井さん、ありがとうございます。炭水化物だからさ、お腹出ちゃうんだよな。でも前田すっきりしてるよね。でも村井さんも結構食べる方じゃない。村井君は結構食べますね。だってこの間僕と会って、うん、これ7福で食べたって言ったでしょ、はい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 、あれ7福で食べたのさ、うん、6時だよ、はいはい、今日の昼ですって言って、ね、でその後それよくないから、その後9時半か10時頃一緒に食べたんだよ、また。それ何食べたの。カレー食べた。カレーを食べたの。あそこで、あの隣、バフの。なんかね、今日ちょっとね、ちょっと待って、行って大丈夫。何、今行って大丈夫なの。いや、わかんない。ちょっとやめてよ、そういう話。もう前田さんがさ、それでこうやってこそっていう話ってやばいからさ。いやいや、そうじゃないんだけどさ、あ、ちょっとね、検査やちょっと検査、うん、来てるの。来てんの待ってんの、ちょっと確認するね、うん、ちょっと確認してきて、うん、ちょっと今ですね、ちょっと向こう行くから、ちょっと、はいはい、分かりました。見てる人が何だかわからないよね、ちょっとね、非常事態だね。本当、でもうちにとってはこっちも検査する。ということでですね、皆さんですね、すいませんね、ちょっと、あの、あれをちょっと映しましょうか、はい、これを映しましょう、うん、こちらの防音室があるんですよ、補聴器のね、防音室があるんですよ、うん、ここに、ね、これを使って検査しなきゃいけないんですね。そう、今検査する人来たの。そう、うん、今あのお客様がいらっしゃって、うん、そうするとその椅子をどけなきゃいけない。そう、うん、だからちょっと配信が難しいかな、はい、はい、ということでですね、じゃあ配信がここで終わる。ちょっと待って、じゃあもうすぐ、あの、じゃあちょっとだけあとね、はい、30分やりたいよね、あと4分ぐらいね、うん、じゃああと4分大丈夫、うんうん、ねカメラ回ってるけど、まあいいや、あのソフトバンクホークス王会長がかけてる、はい、ラインアート、はい、
いつもラインナーとはね、説明してますよね。あの、こういうふうに。こういうふうに。え、あ、これね、ソフトバンクホークス大会長、はい。これいつもかけてる、結構。え、これうん、かけてる。王さん。うん。これも結構反響ある。で、ラインアート、普通のラインアートよりも、なんて少しスポーティーな感じでしょ。そうだね。うん。あ、でも王さんかけてるって感じする、これ。そう、わかる。だってこの色だもん。ね、まるっくりこの色かけてる。全くね、うん、印象すごいね、じゃあ。で、これはちょっと、ちょっと色違う。あ、それ落ち着くな。うん。こっちの方が目立つ。まあ、何でも似合うからね。そうそうそう。あ、あのね、色が入ってる方が目立つの。やっぱり。これの方が、肌色に近い方が目立たない。うん、なるほどね。うん、いや、なんかね、せっかく、でもほら、うちのことお客さんだからさ。はいはい。と、はい、いうことでね、これからちょっとね、お客さんが来るなんで、急遽、今日は配信で終了したいと思います。今までで初めてだな、ね、33回目で初めて。30分前に終わっちゃうというのはね。皆さん、本当ごめんなさい。すいませんね、申し訳ない。海藻類トッピングをね、そうですね、海藻類トッピングも美味しいです。ラーメンね。ラーメン。ラーメンの話ね。うん、海藻類トッピングをね、前さん入れますから、これからね。青さとかね。水越さんも、ラーメンも炭水化物でしょうか。炭水化物ですね。そう。うん、炭水化物。麺は炭水化物。ね、だから、炭水化物をさ食べるともうお腹出てきちゃいますからね。うん、気をつけないといけない。そこ、運動しないとね。はい。ちょっとさ、水越さん、今日の画像だけ撮れたんだけど。どうやって撮る。じゃあ、それ撮るよ。うん、座ってて、じゃあ俺一人で、はい、配信してる風景をね、初めてだな、33回目にして。自動に保存になるんですか。なんだよ、いくよ、はい、笑って笑うの下手なんだよね、俺ね。自分でも思うね。いいでしょ。いや、今日本当なんか申し訳ないですね。すいませんでしたね。申し訳ないです。ちょっと急遽、補聴器じゃなければね、いいんだけど、補聴器のお客さんだけこう検査使わなきゃ、ね、本当申し訳ございません。はい、本当に。メガネのマイル TV 短縮版30分でお送りしました。来月は水越さんが豪華ゲストを呼んでいただけるということで、はい、楽しみにしてくださいね。第2週、はい、何日ですか。14日でしたっけ。ちょっと待って、はい、来月も見てくださいね、皆さんね。そうです14日、はい、14日、ね、14日木曜日、はい、申し訳ないですね。会社の躍動ナッツは24日、ね、24日なんだ。23日も空気教室ありますから、渋谷ダブルトールカフェ。24日は躍動ナッツ、ね、あ、でも貼り付けてくれたから後で見よう。イベントページね、うん、来週じゃないですよ、2月の第2週、14日、14日忘れないね、うん、ゲスト楽しみに、まだ内緒です、ね、あ、内緒なんだ、ね、はい、私も教えてもらえないの、はい、まだ教えません。あ、そう、はい、ということでね、ま、申し訳ないですね。皆さんね、ゴールデンウィーク、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください、ね。お過ごしください。皆さんの前でやってますか、ゴールデンウィーク。当たり前じゃん。年中無休ですよ、ここは。ぜひ。年中無休でございますよ。はい、ゴールデンウィーク遊びに来てください ね。はい、どうもありがとうございました。どうもすいません。ありがとうございます。それでは失礼します。